はい、ということで今日はですね、安藤美姫の未成年淫行疑惑ですかね。だから文春法ですね。まあ、だからね、安藤美姫とその教え子の16歳の男性選手との、まあ、これについてですよね。で、これについてですね、新情報とか補足みたいな話とか、あとですね、その後後半ですね、実は今ですね、韓国のスケート業界でもやばい事件起きてるって、それも紹介していきます。はい、ということで始めていくんですけれども、で、まずちょっとね、いきなりね、前回の訂正なんですけれども、前回ね、僕の動画で、安藤美姫の件は、本当にやばいんだけれども、ただ一応ですね、ちょっと擁護として、一応ね、記事の中には、ホテルに入ったりとか、自宅にその子をですね、招き入れたりとか、そういうのはね、書いてなかったって僕言ったんですけれども、だからね、まあ、一線は超えてないかもって言ったんですけれども、僕そう言っちゃったんですよ、前回の動画で。ただこれが、なんかね、ぶちかけね、ちょっと、今回の件って、ちょっと記事をね、ざっくり軽く読んでたんだと思うんですよ、僕自身が。そうしたらなんかちょっとね、頭に入ってなかった部分があって、それがね、抜けてたとこあったんですよ。で、その部分をですね、指摘してる人がいて、あ、別に僕にね、指摘したわけじゃないんですけれども、それがね、どこかっていうと、こういった部分があったんですよ、この部分。これね、文春の記事なんですけれども、この部分です。翌日曜日、名古屋の実家に滞在する安藤に、昨日の手つなぎ USJ デートについて聞こうと、家の外で待ってると、正午前、家から出てきたのは、親族と思われる女性。ガレージの車に乗り込み、どこかへ去っていった。するとその直後、A 君が傘だけ持って一人で現れ、安藤しかいないと見られる実家に入っていった。それから3時間余り経った午後3時過ぎ、T シャツパンツマスクと黒ずくめリンクコーデの二人が家から出て、芸者のタクシーに乗り込んだ。って書いてあるんですよね。まあ、だからこういう部分があったっていうね。だからね、3時間二人きりになったかもしれないっていうね。で、これ一応ですね、安藤美姫さんの実家が名古屋なんですけれども、で、実はこのね、教え子の16歳の A 君も名古屋の人なんですよね。まあ、でもこれ、どうなんでしょうね。何かあったのかも、ないのかも、あったのかもないのかもしれないんですけれども、ただこれね、まあ、あくまでね、週刊誌に書いてある通りだと、なんですけれども、週刊誌に書いてある感じだと、安藤美姫と A 君と、そして A 君のお母さんと3人でですね、USJ に遊び行ったと。でもね、お母さんと別行動になった。だからね、二人きりになった瞬間に、急に二人がね、くっつき始めたりとか、あとですね、今ね、引用した部分も、なぜか親族が出た後に A 君を家に入れたりとかですね。だね、なぜなんだって思うんですよね。まあ、これね、書いてある通りだとなんですけどね。もしかしたらね、そういった書き方をわざとしてるだけなのかも。あ、でもね、ちょっと言っときたのが、今回の文章の記事っていうと、写真は写真で出してるんですけれども、ただね、僕はね、結構ね、16歳の A 君に配慮した記事にしてるなって印象なんですよ。なんでかというと、これまずですね、この文春の記事のタイトルも手つなぎデートってしていて、で、写真見るとね、もうちょっと写真見るとそんなレベルじゃないんですよ。なのにちょっとね、ソフトなタイトルにしてるんですよね。で、さらにですね、安藤美姫の言い訳ってのも記事の中ですごいボリュームで載せてあげてるんですよ。だからちょっとね、配慮してる感じがするんですよ。でも、そんな記事にですね、USJ に行って、お母さんの目がなくなったら密着。で、あとですね、実家も親族が出たタイミングで A 君を招き入れてるんですよ。うーんっていうね。まあ、でもね、何にしてもこれね、数々の密着濃厚写真があるのは事実で。だからね、電車の中でこれですから、これ。これですよ、これ。電車の中で。右側が安藤美姫で、で、左側が A 君なんですけれども、で、他にね、これ隠れてますけど、いろんな乗客いますよね。これ電車の中でこれですからね。で、安藤美姫が、なんかね、体調悪かったんで、A 君が助けてくれたとか言ってんですよ。信じますかこれ。これだからね、36歳が16歳にじゃなくても、電車の中でね、これしないですよね。安藤美姫さんね、結構人との距離が近いって言われてるんですけども、でもね、これね、普通の恋人同士以上に距離が近いですよね。だってこれ、普通の恋人同士も電車の中でこれしないでしょ。まあ、する人もいると思うんですけど、あんましないじゃないですか。あとちょっとね、意地悪言うわけじゃないんですけれども、シンプルにちょっと思っちゃうのが、これ、電車の中や路上で、相当ね、濃厚な感じでやっていて、だからね、外でこれだとね、さっきね、実家とか来た時って、どうなってるんだろうと思っちゃうんですよ。あとですね、今回の件ってのは、今週の文春に出たんですけれども、これがですね、こんなのがツイッターにですね、拡散されてんですよ。これがね、去年の年末のツイートなんですよ。これ、誰かのツイートなんですけれども、こんな感じ。これね、去年の年末なんですけれども、だからね、A 君が出ているアイススケートの大会を見に行った人っぽいですね。その人ツイートしてるんですけど、こんな感じ。てか、選手席ぎゅうぎゅうすぎて、出番終わった選手たち、座る席なくなってたぞ。〇〇くん？これ〇〇くんっていうのが、だから安藤美姫が教えてる16歳の少年ですよね。〇〇くん、やっぱり、ミキティと密着してた。なんか、名前わかんないな。海斗くん？海門くん？北村くん？ルーカスは森田くんと、西野&中田海老原、大島弟の小さい子、軍団も可愛かった。で、さらに、戦績で密着して、身元で佐々木合ってる、〇〇くんとミキティ、条例違反すぎてドキドキした。
もう去年ですからね、去年年末にもう書かれてるんですよ。で、ちなみにこれですね、16歳の A 君って言われてますけれども、これ A 君ね、最近ですね、誕生日が来て16歳になったばっかりで、だからね、このね、ツイートされた時ってのは、なんとこれね、15歳っていうわね。んだ、もうどうね。あとですね、こういうのもこれ同じ人ですけれども、これね、今年の2月だと思うんですけれども、こんな感じ。リンクを出て、呆然と椅子に座る〇〇くんの背中をさすった後、〇〇くんの前髪をかき上げるミキティコーチ。やっぱり、ただならぬ関係にしか見えないんだが、わらって書いてますよね。まあ、実際わかんないですよ。実際わかんないけど、そういうの見えちゃうっていうね。しかもこれね、スケートを見に行ってる人だから、結構ね、スケート2だと思うんですよ。だ結構ね、こう一般の人はそう言うけれども、スケート2は、こう、選手とコーチが近いのは当たり前っていう人もいるんですけど、これでもね、見に行ってる人もこんな感じ感じてしまう。だから、他のコーチと選手よりも、だいぶね、ミキティは近いって言ってるんですよね。まあ、だからこれね、主観なんでしょうけれども、アンとミキの表情を見てると、多分ね、恋人を見てるような目に見えるんでしょうね。まあ、女性で結構ね、顔に出たりしますからね。あとこれね、前回紹介してなかったのが、今回のね、文春法、出る前に、実はすでにですね、あるね、安藤美姫のネットニュースが出てたんですよね。これがですね、文春法が出る、その前の日、前の夜なんですよ。だから、文春法前夜ですけれども、こんなツイートを安藤美姫がしてたんですよ、これ。こんな感じ。なぜか英語でツイートしてるんですよね。で、まあこれね、言ってる内容っていうと、こう、誰も信用できない、誰かの人生を壊す可能性があるとき、彼らはどう感じるんだろうか。多分ね、記者とかに言ってると思うんですけれども、で、特にその人に家族がいたら、なぜ気づくのに笑顔でいられるのか、あなたたちは真実を知らない、なぜみんな知らないことを信じるんだ、とかいろいろ言ってるんですよね。で、これね、画像も添付されていて、こんな画像これ。またなんか書いてありますよね。これがね、直訳すると、もう耐えられない、本当に燃え尽きた気分だ、とかって言ってるんですよ。まあ、だからね、想像通り、だいぶですね、メンヘラな人って感じですよね。で、さらにその後またですね、こんなのも。これだけなんですけれども、なんかタグ付けされて、ライフ、人生、フィール、感情、タイヤード、疲れた、ワイ、疑問とかありますよね。まあね、ちょっとこれね、最初にちょっと突っ込みたいのが、なぜ英語っていうね、なぜ英語なんだっていう。だってこれね、文春法に対してでしょ？ちゃんとこれ、日本語で説明すればいいのにっていうね、釈明すればいいのにっていうね。あとこれね、個人的に思うのが、やっぱりこの人ですね、前回見ましたけれども、そもそもね、コーチに向いてない気がするんですよね。だってこれ、コーチとかって、選手のメンタルケアとかをするんだと思うんですけれども、安藤美姫自体がですね、子供というか、こういうとこ見てもわかるというかね。これちなみにですね、安藤美姫はですね、文春に電話をしてですね、A 君や自分の娘のことも考えてくれって話したそうなんですけれども。で、なんかこれがちょうどですね、ちょうど先日のですね、6月18日なんですけれども、踊るさんまごとにね、安藤美姫が出てたみたいで、そこで娘の話をしてたらしいんですよ。なんかね、娘の写真とかもね、テレビに出てきて、多分ね、テレビで初めて出たんじゃないかっていう。で、結構ね、ニュース記事になってたんですよね。で、そのね、娘の写真ですけれども、マスクはしてるんだけれども、結構ね、これニュースのコメント欄とかで、目がそっくりとかって話題になったんですよ。まあこれね、安藤美姫って言ったら有名ですけれども、未婚のシングルマザーとして出産してですね、お父さんが誰なのかっていうのは内緒してるんですよね。未だに言ってないんですよね。それで結構当時も騒がれましたよね。で、さんま御殿では安藤美姫がですね、娘にはパパがいるよ、この人だよって写真とかね、見せたりとかしてるって言うんですよ。まあそういうのね、さんま御殿で言ったんですよ。あ、ちなみにこのね、娘さんの写真見た感じだと、外国の血はね、混じってなさそうでしたね。あとね、安藤美姫のインスタ見ると、結構ね、前とかでも、インスタグラムには娘さんの写真ね、出てんですよ、前でも。しかもね、マスクないやつもありましたね。まあ、だからね、みんなちょっと思ってると思うんですけども、このね、未婚のもの出産したりとか、そして、その後にですね、今に至るまでの行動とか見てると、安藤美姫すごいですね、こう、衝動的な人なのかなと思うんですよね。まあ、ちょっとね、いい言葉で言うと、情熱的って言うかもしれないですけど、僕からするとなんか、衝動的と思っちゃうんですよね。それで、今回の件ですからね、大丈夫かっていう。あ、だからね、A 君が心配ですよね。ほんとね、前も言いましたけれどもね、未成年の男性選手のコーチは、安藤美姫ね、やめた方がいいと思うんですよ。どうですか、ちょっと、僕意地悪ですからね。でも思うんですよね。あとこれね、安藤美姫がコーチとして所属している、日本フィギュアスケーティングインストラクター協会に、メディアがですね、今回の件、どう思うか、どう理解してるかって聞くんですよ。そしたら回答があって、それがですね、お尋ねの件につきましては、顧問弁護士と対応を審議中ですって回答あったらしいんですよ。で、あと他にもね、どうもこれ、安藤美姫っていうと、昨日ですね、アベマ TV の仕事があったんだけれども、キャンセルしたみたいって情報出てましたね。まあこれ多分ね、安藤美姫の方から断ったのかなと思うんですけどね。あとね、もう一個ちょっと突っ込んでおきたいのが、これね、安藤美姫がですね、文書にしてる言い訳で、なんか16歳の A 君は、私のことをね、女性っていう風に、そういった目で見ていないとかって言うんですよ。でもね、思ったのがこれ、もしそうだったらですね、16歳の男の教え子に、あんなに密着したらですね、それはそれで、セクシャルアラスメントじゃないかって思うし、で、普通にですね、A 君が、安藤美姫を女性として見てる、そうだとしてもまずいっていうね。
まあだからね、もうどうだろうと、今回の件はですね、あの写真って言うと、まずい感じなんですよ。そう思うんですけどね。で、あとですね、一部これね、海外でこの件がですね、今ね、拡散され中ってね、言ってる人もいたんですけれども、それ、例えばね、こんな感じなんです、これ。な、英語で書いてありますよね。でもね、ちょっとね、いろいろ調べてみたんですけれども、これね、そんなにね、出てなかったですよ。全然ね、なかったですよ。なんか、これね、見せてるこれ。この画像も英語ですけれども、これちょっとね、個人のブログっぽいし、まだちょっとね、ニュースとかになってない感じでしたね、海外では。そんな感じでした。はい。そして、次の話くんですけれども、海外といえばなんですけれども、これも紹介したのが、実際今ですね、韓国でも似たような事件起きてるんですよ。そして、これもね、処分まで下ってんですよ、処分まで。で、なんかそれがですね、この選手のことなんですけれども、なんでもこれがですね、これ、イ・ヘイン選手、19歳なんですけれども、どうもこれがですね、キム・ヨナの後継者と言われるって書いてあるんですけれども、ただこれね、詳しい人からすると、キム・ヨナの後継者なんかじゃないっていう声もあるんですよね。ただこれね、見てみると、なんかね、2022年、2023年のグランプリシリーズでは、確かにこれね、表彰台とか入ってないんですよ。けれどもですね、4大陸選手権で優勝しててですね、これなんかね、韓国女子選手では、キム・ヨナ以来、14年ぶりの快挙らしいんですよ。だからやっぱね、有名な選手に間違いないとね。で、このですね、イ・ヘイン選手、19歳なんですけども、何をね、やらかしたかっていうと、そう、この人がね、やらかしてるんですよ。これがですね、5月の15から28までですね、イタリアでフィギュアの合宿があったらしいんですよね。その時に、なんかですね、飲酒と、セクハラっていうね。それで、3年間の国家代表資格停止処分なんですよ。すごくないですか、これ。だからね、このね、19歳の女の子、誰でしたっけ？イ・ヘイン選手。この人がセクハラをした方っていうことなんですよ。で、まずこれね、飲酒の方ですけれども、こうお酒を飲んだことは本人もですね、認めていて、で、なんでもこれがですね、韓国では19歳からね、お酒を飲んで OK らしいんですけど、でもこれね、合宿中っていうのは飲酒はダメっていう風に、韓国スケート連盟で決まってるそうなんですよ。そして、さらにですね、これね、なんか、この人ともう一人以外の女子選手っていうのが、みんなね、中学生だったらしいんですよ。まあ、その子たちが飲んだかどうかっていうのは書いてなかったですけどね。まあ、そういうのもあって、このなんか、大人の二人が、まあ、19歳ですけども、責任取ったっていうね。ただですよ。それでもこれね、3年間の代表資格停止っていうのは、ちょっとすごすぎません？だから、ってことはね、言われてるのが、これね、さっきあったもう一個の。お酒じゃなくてもう一個の、セクハラの方が、やばいんじゃないか。だから、3年間ね、代表資格停止じゃないかって言われてるんですよ。じゃあこれね、何をしたのか、なんですけれども、これがどうもですね、年下の男子選手をですね、自分の部屋に呼んで、で、まあ、なんか、まずいことをしたっていうね。で、これね、細かいね、具体的に何をしたか、まあ、だからね、どこまで何をしたかっていうのは出てなかったんですけれども、で、ただこれね、これについて、だからね、セクハラについては、イ・ヘイン選手、否定してるんですよ。で、それがどうもね、これね、イ・ヘイン選手の言い訳っていうのが、相手のですね、男性選手とは、なんかね、数年前付き合っていて、がですよ、両親の反対で別れさせられて、で、でもね、まだお互い好きだったんで、最近ですね、再度付き合って、それで今回ね、こういうことになったって言ってんですよ。だから、セクハラじゃない、恋人同士だって言ってんですよ。で、これね、ちょっとなんかね、わかるようでわからない話と思いません？だってこれね、男性選手は男目なしで、完全にね、被害者になってるわけですよ。あとですね、両親がね、別れさせたって言ってましたけれども、例えばこれね、理由としてはこう、スケートに集中しなさいってことなのか、どうなのかっていう。で、そしたら、わかりましたこれ。わかりましたこれ。何かっていうと、まずね、このね、ヘイン選手、イ・ヘイン選手ですけれども、さっき言ったようにね、19歳の女性なんですよ。そして、そのですね、セクハラの被害者になっている男子選手ですけれども、これが、15歳なんですよ。で、まだ聞いてください。まだ聞いてほしいんですけれども、で、さらにですよ、さらにこれ。さっきやったのにね、以前付き合っていた、けれども、両親に別れさせられたって言ってましたけれども、これね、じゃあこれね、以前付き合ってたっていつなのか、なんですけれども、これがですね、当時はね、イ・ヘイン選手が17歳。で、そして、相手の男子選手が、だからね、そうなるとね、12歳か13歳なんですよ。はい、アウト。アウトって感じですよね。それはね、親もね、別れさせるよって感じなんですよ。なんかすごい、全部が分かったっていうかね、で、今回ね、こういったことが起きたから、それで、まあ、3年間停止ってね、そらなるわって感じなんですよ。まあ、あとですね、これね、セクハラ行為がバレたのは、やっぱりそのですね、今ね、15歳の男性選手が嫌だったからバレたのかな、と。だってね、その人が言わなかったらバレないわけですからね、と思うんですよ。どうなんでしょうね。まあ、それともね、まだ、こう、若いから15歳の方がうっかりね、言ってしまったのか、どうなのかっていうね。
なんかでもこれ、スケート業界ってやっぱね、ちょっと特殊ですよね。羽生結弦とかね。またこれね、羽生結弦のファンからね、低評価つけられるわっていうね。はい。そして、最後ちょっとね、これほんとおまけなんですけれども、紹介したのが、これがですね、これ、週刊女性プライムからなんですけれども、女が苦手なアラフォー女性タレントのランキング出たんですよ。これがですね、30代から50代の女性1000人にアンケートしていて、あなたが苦手なアラフォー女性タレントを教えてって言ってるんですよね。で、これね、5位から紹介しますけど、あ、だからね、全部見たい人は、これね、週刊女性プライム見てください。女が苦手なアラフォー女性タレントってやつですね。で、まずこれ、5位ですけれども、これがですね、三浦瑠麗さんなんですよね。で、理由が、こうなんか、人をね、見下してる感じが嫌とかってありましたね。で、あとね、4位がですね、田中みな実。で、理由がですね、ぶりっ子なのが嫌ってありましたね。で、3位がですね、広末涼子。これがね、悪気なく周りにですね、迷惑かけてる感じが嫌だってありましたね。なんか不思議ちゃんとかありましたね。で、2位が、これがですね、沢尻エリカでしたね。で、シンプルにですね、性格に問題ありそうって書いてありましたね。で、堂々の第1位ですけど、これが、牧陽子さんでしたね。で、理由がですね、精神的に不安定そうとかありましたね。まあだからね、今回のね、まああの騒動ですよ。だからあの騒動ね、岩下のやつね。あの騒動で、だいぶですね、イメージが変わったみたいっていうね。なんか撃ったりしてたんじゃないかってね。あ、これね、なんで紹介したかっていうと、もうちょっとですね、今回紹介した安藤美姫さんの年齢がですね、アラフォーとかだったら、今ね、36歳ですからね。だからもしこれね、安藤美姫さんがアラフォーとかだったらね、今回ね、入ったんじゃないかって思ったからなんですよね。まあ本当はそれだけなんですけど、すいません。はい、ということで、今日はですね、こんなところでございます。